皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回は私が考えたホワイトキュレムの目が進化した姿、メガホワイトキュレムを紹介していきたいと思います。では、早速ズームインしてみます、うん。これぐらいですかね。こんな感じですほとん。今まで描いたキュレムとは異なって、ちょっと体がキャシャになってますね。 華奢なのであのちょっと攻撃はかけるような感じですかね。まあ、詳しいことは後で説明しますけど、ちょっと頭の方がお、いや、尻尾の方がちょっと目が進化したよ。尻尾が長くなったり、頭のひれっていいますかね。そういうやつが大きくなったりとかですかね。そういうのを変化させています。そして次に、メガホワイトキュレム。教会ポケモン。全国図鑑。 ナンバー番タイプ、氷タイプ。タイム2タイプ2、小炎タイプ。つまり、氷と炎タイプですね。本来、えっと、ゲームなんかではよく相反した属性にはなっています。特性はヒートブレイン。特効が1.5倍で相になり、相手の特性を無視して攻撃できますが、自分の攻撃が半分になります。 では種族値の方を見てみますヒットポイントは125、攻撃110、防御100、特攻230、特防130、素早さ105、合計は800になります。主にあの特殊攻撃力と特殊防御力に優れています。特に攻撃力の方は、全キャラクター、あのミュウツーをもはるかにしのぎます。 そして、努力値の方は3で、メガ進化条件は、コールドフレアとクロ,スクロスフレームを覚えさせていることです。主には、進化さこういうふうに進化,させて進化させることによって、ものを待たせることも可能です。といった感じで、メガキホワイトキュレムを作ってみました。 主に特殊攻撃型として作りました。ち,ちなみに、種族値に関しては攻撃、多少防御力と,と特,攻を特防をあ素早さを上げて攻撃が下がっております。ちなみに本、オリジナルのホワイトキレムは100攻撃の種族値が120となっております。というわけで、自分が考えた ポケモン紹介メガホワイトキレームの紹介を終わらせたいと思います。見てくださった方々ご,ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。